らの新高が通常3月から5月の下旬に入会予定なんですけど、毎年売り切れるのが早いので、もしこの機会によろしくお願いします。聞いとった？聞いてた？絶対よ、絶対聞いとらん。聞いてました。だから何がおすすめって言ってたかな。お姉さんがおすすめ、肥後堂の看板娘さんって。いや、あなた女の子じゃなくて熊本の馬館を PR してくれたんですよね。そう、だから今の時期に仕立てに入らないね、新高菜なんていうか。お姉さんも聞いてなかった。新高菜です。新高菜ね。もう売り切れるのは早いっていうことで、もうあれですよね、そのセットを作ってくださったやつも限定でもう残りがあまりないっていうことで、気になる方はですね、熊本帰った後に、僕気になるからちょっと行ってきますじゃなくて、まだです、僕はお仕事中です、ね、皆さんよかったら熊本帰った後にでもですね、お早めに手に取っていただければと思います。まだね、馬刺し、新鮮な馬刺しがこのお店ではいろんな部位を、だから僕はもうお昼ご飯を今さっきだいぶ休憩いただいて食べてきましたね、今日はね。はい、お腹いっぱいですね。まだ、はい、デザートに馬刺し食べます。デザートに馬刺しは食べませんね。で、馬刺しもありますしですね、あと熊本の郷土料理のからしれんこ、大きいものからですね、お一人様用でも一口サイズとかもありますので、もう乱切りにブワーってて、ちぎってみたらもう巻かない、巻かない、巻きません、豆巻きで戻してもうございますので、皆様この後ですね、ゆっくりと見ていただければと思います。